時矢カンパニー代表の関根です。ということで少し動画の、まあ、数を増やすということでネタですね、ネタ。じゃあ今までどんな動画を撮ってきたのかっていうちょっとネタを振り返ってみますと、今のところは、まあ、2つなのかなと思うんですね。一つは私自身がこうやって喋るという形でですね、何喋ってるかっていうと、まあ、こんな本読みましたよとか、まあ、こんな出来事がありましたよとか、あるいはこんなこと考えてこれからこんなことしたいと思ってますよみたいなことを、まあ、語ってるのかなというのが一つ目になります。で、二つ目は他の人の力を借りるということで、例えば時矢カンパニーのランフォレスト林さんであったり、ランネクスト栗原さんにこう喋ってもらったりとか、あとは引き起業塾の1期生の方々とか2期生、まあ、これから2期生ですね、そして、まあ、セミナーに参加された方々の声を、まあ、上げていただいたりとか、まあ、あとは飲み会議ということで、まあ、グダグダ系かもしれませんけど、まあ、飲んでる方々にこういろいろ聞いてみてですね、その様子を撮ったりとか、そんな形で、まあ、自分で話すことと、まあ、他人の力を借りるっていう2つでやってるのかなと思います。他に何かありますかね。そう、月50本年間まあ、最大1000本を目指すにはこうなんかやっぱねネタがあったらいいと思いますので、まあ、これからもいろいろネタを探しながら時川町の YouTuber として、動画を発信していきたいと思います。それでは